タイトル2050年の世界はじめに未来予測の本は多く存在しますが、その内容は多岐にわたり、共通しているのは遠い未来ほど予測が難しいという事実です。しかしその中で注目を浴びているのが本書です。著者が描く未来は2050年であり、本書の出版から約27年後の出来事を予測しています。27年という期間は大きな変化をもたらす可能性が高いですが、具体的な変化を予測するのは難しいでしょう。しかし本書は変化をもたらす5つの力を特定することで、各国が2050年にどのような存在になるかを説得力のあるシナリオで提示しています。著者は1994年に2020年地球規模経済の時代の現状を執筆し、その予測が現実に近づいていることから、その手腕は高く評価されています。データ、経済学、地政学、歴史的な洞察を駆使して未来を複雑に描き出す著者のアプローチは見事と言えるでしょう。もちろん本書の予測とは異なる未来も考えられます。未来は複雑で微細な変化が大きな影響を及ぼすこともあります。しかし現代の不確実性の中で、本書は予測と考察の基盤を提供してくれるでしょう。読書の対象としても興味深い一冊であり、今後の行動計画を立てる際にも非常に役立つでしょう。要約本典、世界の営みと未来への影響。国の経済を考える際、変えることのできる部分とできない部分があります。例えば内陸の小さな国が貧しい隣国に囲まれている場合、その地理的な状況は変えることができません。しかし経済運営については変化をもたらすことができます。2050年までに経済の地位が急激に向上する国もあれば、それほど変わらない国もあるでしょう。しかし経済成長の原動力を単純に考えるのは限定的です。本書では経済に影響を与える要因を変化をもたらす5つの力として紹介します。これらの力は人口動態、資源と環境、貿易と金融、テクノロジー、政治と統治の5つです。この要因が経済にどのように影響するかを理解することは、未来の世界を予測する鍵となります。経済の成長や衰退は私たちの生活に大きな影響を与えます。ですからこれらの力を理解し適切に対処することが大切です。未来を形作る5つの力。人口動態の変化。2050年までに世界の人口は100億人に迫ると予想されています。この予測では人口最多の国はインドであり、16億人を超えることで中国を抜き去ります。中国が14億人で2位になり、アメリカが約4億人で3位、ナイジェリアが4億人に迫る4位になるでしょう。人口動態には3つの主要な変化が見られます。1つは先進国における高齢化です。このトレンドを考えると日本は注目すべき例と言えます。2045年には日本では労働力の4分の1が75歳以上になると予測されています。しかし日本はこれまで秩序を維持し、清潔で犯罪率も低い国として知られています。高齢化はイノベーションの誕生を難しくし、生活水準を低下させる可能性がありますが、若い世代が柔軟に対応すれば高齢化社会も乗り越えられるでしょう。2つ目の変化はアジアにおける人口の重心が中国からインドに移動することです。将来インドがますます重要な役割を果たすことは疑いありません。中国も高齢化が進む国であり、徐々に活力を失っていくでしょう。対照的にインドは若者の雇用を創出する必要があるにもかかわらず、活気とエネルギーに満ちた国として成長するでしょう。3つ目の変化はアフリカにおける急激な人口増加です。サハライナンアフリカの総人口は2019年には10億5000万人でしたが、これが続くと2050年には2倍に増加するでしょう。もちろんこの成長が持続するかどうかは不明ですが、アフリカの影響力は確実に高まるでしょう。資源と環境の未来への影響。資源と環境に焦点を当てると最も重要な課題は気候変動です。気候変動は食料、水、エネルギーなど環境と天然資源に関連するあらゆる問題に大きな影響を及ぼします。1850年から1900年の平均気温を基準にすると、2021年の世界の気温は1以上上昇しています。パリ協定の目標は産業革命前と比較して世界の平均気温上昇を 1.5 以下に抑えることです。これが達成されれば2050年までに段階的な進展が続き、
二酸化炭素排出量も減少します。世界の気温は一部上昇し続けますが、2100年にはピークアウトするでしょう。逆に気温の上昇が2を超える場合、世界は新型コロナウイルスのような総力戦を強いられるかもしれません。これからの展望については不透明ですが、 1.5 上昇と2上昇のシナリオでは結果が大きく異なります。どちらにせよ気候変動は2050年以降も最大の懸念事項となるでしょう。資源と環境への配慮がますます重要となり、持続可能な解決策が求められます。貿易と金融の未来の展望。今後の30年間で国際貿易の性質は大きく変化し、貿易のグローバル化は減少するでしょう。この変化は保護主義的な政策が台頭するだけでなく、物流の進化にも関連しています。大量の商品を世界中に運ぶ必要がなくなり、現地での生産が重要視されるようになるからです。実際世界の貿易量はすでに減少しています。この減少には4つの要因が影響しています。まず新興国と先進国の賃金格差が縮小していることがあります。次に製造業の変化が挙げられます。また消費者の選択基準が変化し、購買パターンも財からサービスへとシフトしています。特に重要なのは最後に述べた4つ目の要因です。サービスは物とは異なり、提供と消費が同じ場所で行われる必要があります。そのためサービスの国際貿易は今後も拡大するでしょう。結果として財の国際貿易の GDP 比率は低下する傾向にあるでしょう。これらの変化を把握し適切に対処することが貿易と金融の分野において重要です。進化するテクノロジーの未来。次の30年間でテクノロジーの進化は確実です。テクノロジーの進歩には前進的なものと革命的なものがありますが、既存のテクノロジーが前進的に進化するだけでも医療、教育、流通、輸送、住宅、そして雇用市場に大きな変化をもたらすでしょう。2050年までに私たちの健康状態は向上し、教育のコストが削減されるでしょう。都市部の居住環境も改善され、高度なスキルを持つ労働者の需要が増加すると予想されます。さらに人工知能 AI の発展も大きな影響を持つでしょう。ビッグデータと AI の組み合わせは新たなサービスを生み出し、同時にプライバシーの問題も引き起こすかもしれません。革命的な進化については予測が難しいですが、エネルギー、医療、バイオテクノロジー、超自然領域、そして宇宙技術の分野での進歩が期待されます。特にバイオテクノロジーは社会に革新をもたらす可能性が高いでしょう。遺伝子編集によるパーフェクトベビーや農業分野での大きな変革がすでに進行中です。未来のテクノロジーには驚くべきものがあり、私たちの生活に大きな影響を与えることでしょう。政府と統治の未来。民主主義は強力で回復力があり、今後も多くの国で存続するでしょう。しかし失望が続けば変化が起こる可能性もあります。その場合3つの異なる進路が考えられます。ほとんどの民主主義国ではこのまま手探りで進むことが予想されます。時折急進的な指導者が現れるかもしれませんが、結局は主流派に戻るでしょう。しかし一部の国では民主主義が後退し、独裁やエリート支配が再び広まる可能性もあります。さらに直接民主制を採用する国も誕生するかもしれません。宗教も社会態度に大きな影響を与え、今後もその影響力は続くでしょう。宗教は異なる思想に関する対立を和らげる可能性があります。キリスト教徒が最も多いとはいえ、イスラム教徒の数との差が縮まるでしょう。重要なのは異なる信仰や信仰のない人々が共存し、平和な共同体を築くための政治体制を構築することです。未来の政府と統治は多様性と調和を促進し、社会の安定と発展を支える役割を果たすでしょう。2050年の前向きな展望。1、世界人口の約3分の2が中間層と富裕層に属する。2、アメリカは明るい未来を迎える。3、アングロ圏が国際的に台頭する。4、中国が攻撃的な姿勢から協力的な方向に転換する。5、EU は中核国と周辺国に分かれる。6、インドア大陸の勢力が強まり、世界の未来を形作る。7、アフリカの重要性が高まり、若い人材の宝庫となる。8、グローバル化は物からアイデアと資金へとシフトする。9、テクノロジーが社会的課題の解決に寄与する。
10、人類と地球の調和が増える。これらの展望に加えて、核大陸の主要な国についても以下のように予想されています。アメリカ大陸。アメリカは明るい将来を迎え、経済的に繁栄する。ラテンアメリカ諸国も成長し、中間層が拡大する。ヨーロッパ大陸。EU は中核国と周辺国に分かれる。東欧諸国が経済的に成長し、ヨーロッパ全体で調和が図られる。アジア大陸。中国は協力的な国際的な役割を果たし、経済的に繁栄する。インドア大陸が世界の力を持つ。アジア全体でテクノロジーが急速に発展し、社会課題の解決に貢献する。これらの展望は、2050年の世界が前向きな変化と発展に向かって進む可能性を示しています。アメリカ大陸の展望2050年。2050年になっても、アメリカ合衆国は世界で支配的な位置を維持し続けるでしょう。経済規模は中国にわずかに及ばないものの、依然として最も豊かで、急速な成長が見込まれます。世界中の才能や専門知識は依然としてアメリカに集まり、社会、政治、経済の課題に対処されるでしょう。一方、中国は高齢化が進み、人口が収縮するでしょう。その結果、アメリカ合衆国の人口は約4億人に増加するでしょう。もちろん、課題も存在します。大規模な移民が混乱を引き起こす可能性がありますが、中間層の生活水準が上昇すれば分断が緩和され、社会は穏やかになるかもしれません。アメリカ合衆国には大きなポテンシャルがあります。南アメリカにおいて、ブラジルの役割は非常に重要です。南アメリカが19世紀末に相対的に豊かだったポジションを取り戻すかどうかは、ブラジルの統治の成否にかかっています。ブラジルは南アメリカの広大な領土と人口のほぼ半分を占めています。2050年には、ブラジルの経済規模は世界のトップ10に入るでしょう。ラテンアメリカ経済全体の成功は未知数ですが、成功すれば他の地域にも希望をもたらすでしょう。ヨーロッパの展望2050年。ヨーロッパは依然として暮らしやすい場所であり、その事実は変わりません。しかし、ヨーロッパの重要性は次第に低下していくでしょう。人口は減少し、世界経済への影響も小さくなるでしょう。2050年におけるヨーロッパの人口構成は2020年の日本と類似するものになるでしょう。ただし、ヨーロッパには日本と異なる3つの要因があります。文化的な違いにより、北と南、移民受け入れ派と反対派、そしてアングロ圏と非アングロ圏の間で大きな差異が存在します。ヨーロッパの国々が細分化の傾向を強化する可能性が高いです。経済的な重要性の低下と人口の高齢化により、 EU は大きな危機に直面するでしょう。東ヨーロッパからの不満が高まり、ナショナリズムが台頭するかもしれません。スカンジナビア諸国は、EU に加盟していないアイスランドやノルウェーのような道を選択するかもしれません。南ヨーロッパの国々、例えばイタリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガルからも不満が表面化する可能性があります。EU が2100年には異なる形態に変化することはほぼ確実です。最もあり得るのは、中核国と周辺国に分かれることでしょう。しかし、EU は定常状態にも落ち着く可能性があり、逆に EU 自体が崩壊する可能性も考えられます。共通の目標を達成するための最低限の協力を維持する方向性も検討されるでしょう。アジアの展望2050年。アジアは地球の未来において極めて重要な役割を果たすでしょう。特に中国は、2050年には世界最大の経済国となる見込みですが、その過程で様々な課題に直面し、衰退の兆候を示し、相対的な重要性が低下するでしょう。2030年か2040年代には転機が訪れ、新たな方向への転換が必要とされるかもしれません。中国が直面する主要な課題には、環境問題、技術リーダーシップ、国内の安定が含まれます。中国と同様に重要なのがインドで、2050年には世界で3番目に大きな経済規模になり、その後も世界 GDP におけるインドのシェアが増加するでしょう。ただし、インドも4つの主要な課題に直面しています。国内インフラの改善、環境問題、教育の改善、格差の問題です。格差は分断やナショナリズムを助長する可能性があります。また、インドは対外的な紛争がエスカレートし、戦争のリスクを抱えています。日本は高齢化が進み、2050年には人口が約1億人に減少するでしょう。小さな町が放棄され、田畑が森になり、
工場が高齢者のコミュニティに変わるかもしれません。しかし日本は大規模な移民を受け入れることは難しいとされ、内向きで得意な国としての性格を維持し、国内問題と財政問題への対処に焦点を当てるでしょう。最後に、著者の過去の著作と新たな展望に対するあなたの感想を共有していただき、その内容について議論を深めることは素晴らしいアプローチです。著者が過去に発表した目覚めよ、日本の分析が鋭く、納得感を感じる点が多かったようですね。また、複雑な気持ちを抱いた部分もあるとのことですが、それも著者の展望に対する真摯な受け止め方と言えるでしょう。著者は未来に希望を抱きつつ、リスクを認識し、各国の研究者たちの知識を生かして未来予測を行う姿勢を持っているようです。これからの時代において、リーダーシップや意思決定においては、リスクを適切に評価しながらも、希望とポジティブなアプローチが重要な役割を果たすでしょう。未来に備えておくことは確かに重要であり、著者の本書が未来図の叩き台として役立つことでしょう。これからの展望についての議論や考察は、社会や政策の形成に影響を与える重要な要素です。感想を通じて、著者の洞察力と展望について深く考える良い機会となりましたね。